こんにちは、速稼塾の久保でございます。いつもね、40代から50代の男性に、男はこうあるべきだと、こういう性格があったり、こういう負債があると、まあなかなかね、恋愛とか結婚できないですよ。特に年の差恋愛を希望するしかない40代50代です。年の差恋愛を希望するしかないですよね。でも40代とか50代の男性が同世代と恋愛とか結婚とか出産を求めるのって結構難しいですよね、正直なとこね。そう考えると、40代とか50代に入っちゃうと、まあ、恋愛とか結婚望むんだったら、いろいろと足りないものが出てくるってことにやっぱり気づかないといけないのかなというのが現実です。でね、今回はね、婚活をしている女性から男性に、もうね、星野源さんとか年収600万の普通の人ってのはもうね、この銀河系にいないと思って婚活しないといけないですよ。相当もうこれ懲りないといけないんで。じゃあ現代の令和3年の普通の人像を私がね、作りましたんで、いろんなデータから。婚活を望んでいる20代、30代、まあもしくはね、40代の女性は、これから言う普通の男をちょっとね、インプットしていただいて、それを軸に、まあ、婚活をしたりね、恋愛をしたらいいんじゃないかなと思います。かなりね、受け入れがたいものばかりだと思いますけども、これが現実です。はい。まずね、自分の年齢プラス7歳から10歳はもうね、許容しないとダメですね。自分の年齢プラスマイナス3歳とかプラスマイナス5歳とかではもう収まらなくなってきたんで、もう範囲を広げてね、7歳とか10歳とか自分の年齢と上下があっても、特に上の方があっても、これはね、認めないといけない。相手が男性であり、結婚を望んでいる、恋愛を望んでいる異性だとしたら、それはもうね、いい感じの人ってのはすでに誰かにもう取られちゃってますから。恋愛はある程度は先着順ですからね。まあだからそう思って、年齢に関しては7歳から10歳ぐらい離れていても、これはもう令和3年ならしょうがないと思うしかないですね。で、次、年収なんですけども、年収420万が、有効労働人口の6000万人の平均値だとしたら、すでに450万、500万稼いでる人は、結婚する気がないか、もしくはすでに誰かによってもう結婚しています。ですので、結婚の可能性がある、恋愛の可能性がある普通の男性っていうのは、今ね、平均年収250万に下ろさないといけないですよね。250万でなんとかやりくりできるような、工夫ができる、理解力のある、まあそういうカップルだったらやっていけるんではなかろうかと思います。もちろんこの平均年収は300万とか350万に増やしていく努力もできるわけですから。何もね、未来永劫250万ってわけじゃないんで、その恋愛した瞬間とか結婚した瞬間の年収がずっと続くっていうのはもうやめてですね、とりあえず無職じゃないんだったらいいじゃないかぐらいの気持ち、とりあえず年収が100万とかじゃなければいいじゃないかっていう感じでね、250万は大いに自分の許容範囲っていう風にちょっとね、マインドセットした方がいいのかなと思います。それからですね、現在ね、いろんな切り方があるんですけども、雇用形態なんですけども、社員であることとか正規労働であるってことはなかなか求められないと思います。特に正規労働、正社員っていう人はすでにもう売れてますっていうか、その社内で結婚してますから、よく考えてくださいね。私も考えましたんで、上場企業とか大手中堅企業、名のある企業、大体そういう会社に勤めてる方は初任給が大体200、30万から始まって、3年目までは300万は突破するでしょう。そうなるともうね、社内で出来上がった方が、女性社員とかがね、いますから、そういう身近な職場恋愛、職場結婚をして、すでに20代の後半では美しい家庭を築いてるんじゃないですかね、男女とも。ということでね、正規労働の人はほとんどがもうね、その安定した正規採用のある会社の中で、まあ、むつまじくやる可能性が高いんで、正規労働の人に出会うことを考えたら、もうね、時間ばっかり過ぎちゃうんで、非正規労働 OK。ね。まあ、なんていうのかな、無職じゃなかったらいいっていう考えですね、ここでも。あとはね、単なるアルバイトなのか、まあ、派遣社員なのか、細かいディテールはありますけども、まあ、正規労働が大体4割とかでしょ、全体の。6割っていうデータもありますけど、まあなんせ2人に1人は非正規労働で、その2人に1人の正規労働者はすでに固い絆を持った家庭を作ってると思いますので、そう考えたら残っている人、まだ可能性がある相手っていうのは非正規労働っていうことになっちゃいますから、独身で恋愛結婚を望んでいる男性となると、ほとんどの人が何割か分かりませんけど、7、8割が非正規労働ってことになっちゃうんで、そちらの方からお相手を探す、それが現代の普通なのかなと思います。
次、資産状況なんですけども、貯金が何百万っていう世界はちょっと求められないんで、だいたいそうですね、資産はマイナスじゃなきゃいいっていう感覚じゃないですか。もう借金がなければ十分資産に関してはアドバンテージだと思った方がいいです。やっぱり非正規労働であったり年収が低い人っていうのは借金を作っちゃって、50万とか100万とか200万みたいなね、で利息も追っかけてくるわけですから、じゃあ付き合っていてね、もしくは結婚して自分が作ったわけでもない独身時代のお相手のその返済までね、利息まで一緒に返すってことになっちゃったら、それは結構痛いんで、うん、もう借金がなければいいじゃないかって感じですよね。うん、だからこの辺は資産が、まあ、50万ぐらい貯金があったらもう本当に同じだと思った方がいいのかなと思います。で、見た目なんですけども、これは徹底的に共有するしかないかなと思うんですよ。もちろんいろんな考えあると思いますけども、うん、まあ、見た目はね、これからいろんな肌ケアとかおしゃれをしてくれることをちょっとね期待して、まあ、見た目が最初は思わしくなくても、うん、でも他の部分でこの人とうまくやっていけないだろうかっていうふうに考えていくことによって、とりあえずは出会いの幅を広げていくっていうのが、まあ、今の普通の恋愛の入り口なのかなっていうふうに考えることができると思うんですよね。で、それからの健康状態ですよね。お相手の方の健康状態ですけども、もちろんね、重大な疾患を抱えていたりとかっていうのはなかなか敬遠してもしょうがないところだと思いますけども、例えばね、不摂生が続いているとか、ちょっと太り気味だとか、あの虫歯を治してないっていうのは、これはね、改善する余地が十分あるじゃないですか。だからお酒をやめてもらうとか、タバコをやめてもらうとか、そういったことに譲れる精神のある男性だったら、まあ長い目で見るっていうことはあり得ると思いますよね。まあでもね、3ヶ月とか半年経っても酒乱をやめなかったり、酒の深酒をやめなかったりね、タバコをやめなかったりする人に関しては、もう家庭を作るとか妊娠出産という可能性が非常に低くなるんで、まあ見切りをつける時期は来てもいいんじゃないかなと。付き合うならタバコやめてぐらいのことが言えればもうそれをね聞き入れてくれるんだったら OK だというふうに考えればいいんじゃないかろうかと思います。で、最後なんですけども、性格ですよね。性格とか男性によくあるその自分語りとか過去語りとかね、昔の武勇伝語り、これはもうね、聞いてらんないやで蓋を閉じるんじゃなくて、まあ男性ってのはそういうもんだから、もうそれは我慢してね、我慢して、男性の普通の人はそういうことを言うもんだっていうふうに我慢して、そこは乗り越えていく、もしくはそういうのはね、私はたまたま付き合ってるけども、本当なんかあんまり言わない方がいいよと。で、私もあんまり聞かされるとうんざりするかもしれないんで、私が教えてってた時だけにしてくれるみたいなことでね、ちょっと釘を刺しておくってことで、なんとかね、受け取るしかないのかなと思います。なんか私がね、今回ね、いろんな女性から見た、こういう男性が今の普通だよみたいなのを話すと、なんかすごく闇のように聞こえるかもしれませんけども、客観的にね、私が考えたところによると、やっぱ年収600万で星野源の見た目で正社員で身長が何センチでとか言ったら、もうそういう人はね、そういう人で結婚や家庭を求めている人で、年頃の男の子、これは売れ残ってないと思うんですよ。もし一人でいるとしたら、バツイチであるとか年齢が結構離れてるみたいなことになるんじゃないかなと思いますので、何をね目標とするかですよね。結婚出産家庭ってものが上位にあって、いわゆるスペックってものがその下にあるんだったら、今申し上げた条件でもこれからお付き合いする中で、それから結婚生活の中で5年10年かけて20年かけて30年かけて理想的な2人になっていくんだみたいなね、そんな加点方式ではいかがですかね。減点方式ではなくて、まあでも気持ちは分かりますけどね、やっぱりこう、心が動いた恋愛、熱い気持ちがなければなかなかね、楽しく付き合ったりデートが楽しみだったりとか、親密な関係を目指そうとなかなか思えないかもしれませんけども、もしかしたらね、お相手の方も、あ、こんな俺にOK 出してくれて付き合ってくれるんだったらちょっと変わらないとなとか思ったり、この彼女に捨てられたらもう次はチャンスはないんじゃないかなと思って、ありがたがってね、ものすごく感謝してきちんと自分を見つめ直してくれるかもしれないじゃないですか。それにかけるっていう点もあると思うんですよ。なんか本当になんか嫌なことばっかり私言ってるような気がしますけども、本当にね、結婚や家庭とか出産が目的だったら、ある程度こうね、許容範囲を広げていくっていうんですか、そういうことをしたりとか。でもとりあえず恋愛がそれよりも上に来てるんだったら、もうなかなかチャンスはないけども、それを追い求めながら
今後の人生も探っていくっていうのはありだと思うんですよ、うん、だからね出会いがないっていう言葉は多分出会いを閉ざしてるんじゃないかなと思うんですよ。すごくね乱暴な言い方したらとりあえず誰でもいいから付き合っていたりとか広く遊ぶ付き合っていてお付き合いっていうのは普通の友達関係ですよ。場合によっては交際してもいいんですけどもそれによって異性のコミュニティに触れまくってその中からさらに向こうを見るみたいなねこともしたたかに考えていくっていう、まあ本当にねもう他に方法がないんだとそういうこともあるかなと思うんですけどね。いやなかなか難しいと思いますけどね。出会った人ピンポイントで理想の人をズキュンみたいなのがあればいいんですけども、うん、普通の出会いとか普通の恋愛とか普通の結婚ってやっぱ思うのは分かりますけどもそれが今までなかったから苦労してるわけじゃないですか。だからちょっとね新しい手を打つってことに考えを至らせてもいいのかなと思うんですけどいかがでしょうかね。それでは本日は以上です。